素振りのたまものやるこのスイング。おお珍しい。大丈夫でしょう。うん。ちょい左。でも当たったんじゃないかな。ここで終わるもんね。こっからもう脱力でいってるよね、うん、なんもあっうわー怖っ。あっちょっと待って、思ったより行っちゃった。上手すぎちゃいましたね。思ったよりそんな飛ぶ予定じゃないだけど。のちょっと洋芝っぽいラフなんで、うん、ターフが取れることを考えて一番手上げます。うん、一番手上げる。上げます。ちょっとさっきのラフとは違ってちょっと洋芝っぽいのでターフがすごい取れることを前提に。はい。一番手上げます。でピンの左から。ピンの左から。芝生をイメージしたんですけど、こう上げようとすることのが多いんだけど、うん、やっぱそれダメだよね。そうですね。これはどっちかというと3段グリーンだから上げようとするとどうしても傾斜の手前でコロコロコロと落ちてきたりとかがすごい嫌なんで、うんうん、こういう時はランニングアプローチの方が私はいいかな。ちょっと、彩香ちゃんだったら52とか52で私は行きます。こう入っちゃって浮いちゃうもんね。ピン近めとかだったらいいんですけど、3段グリーンの真ん中で結構難しいラインだったらランニングアプローチの方がミスは少ないかな。ランニングアプローチで、うん、じゃあ割と低めに出して。そうですね、その出してくるイメージ。はい、うまい。いやめっちゃうまくいっただけだけどね、完全に全然早いし、めっちゃ曲がる。めっちゃ曲がったね。でも今、3段グリーンの一番上の段の傾斜がかけたんで。あっちか。そう、一回段の上からと思ったら最初からすごい切れちゃった。めっちゃ高いね。いい、めっちゃいい。うん、そう。あ、でも今あんま打ちに行かなかったかも。うん、
来年、はい、プロテスト受けようと思ってんだよね。はい、そうですね。でも本当は去年やる予定だったんだよね。去年受けようと思ってエントリーしようと思ったら、うん、骨折しちゃってめっちゃびっくりして受けて骨折するなんて思わなくて全治4ヶ月って言われて、うんうん、もう4ヶ月後にはプロテスト一時が終わってるっていう状況だったので、うん、もう断念してもう1年アマチュアで力蓄えようって自分で決めて、うん、でもなんか来年ね初めて挑戦するわけじゃん、うん、はい、なんかでもやっぱ緊張じゃないけどそのなんだろうね気持ち的になんか考えてることとかなんかこういう感じで行きたいなみたいなとかあったりするの？うん、まあ、大体どんくらいのスコアで通るっていうのは例年見てて分かるので、うんうん、そのスコアよりも上とかじゃなくてもうやっぱり自分の今までやってきた練習とかを自信につけて、うんうん、もうパーオンでいい、パー取れればいい、うんうんうん、でラッキーだったらバーディー取れればいいっていう普段通りの変わらないスタイルで受験できたらなって、まあ、気合わずみたいな。そう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 、まあまあ初めてだし、まあ、挑戦するぐらいの、うん、いつものラウンドできればいいぐらいな。そうですね。いやでも聞いたら1000人受けて、そう1000人前後受けて20人しか受からない私そんなすごいと思ってなくて、うん、やばいですよね。やっぱちょっとボールについたんで打ちまーすちょっとやっぱ足沈むぐらいに深いじゃんラフは、はい、でも上にあるんだけど沈んではないけどちょっと下入っちゃうとダフったりとか。そうなんですよ。だから今もクラブ選択に悩んでてどんだけ、うん、沈むかとかイメージどっち構えた方がいけるかなっていうのを考えてて。イメージはここに通気もあるの？あ、あります、あります。もう距離とか関係なしで、ま、乗ればいいやくらいなんでこんくらいだったら、イメージはどっちがライン出せるかとかそういうイメージが湧く方で、エッジが多分コピンまでが155なんですけど、だってエッジ130くらいですよね。130くらい届かないことはないので、ちょっと一番手上げて6番で。はい、うん、届かなかった。夏彩香ちゃんのアプローチですずっとパンオンしてたから取れなかったです。すごい逆目、ね、開こうかな今、うん、でもまあ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 逆目だししょうがない、まあ、ないよ。いやで十分十分も、うん、来た。あ、そっち切れないか。ナイス。さっきの話の続きだけど、うん、1000人中20人しか受かんないってことは、うん、50倍50人に1人ってことでしょ私さもうちょっと受かると思ってた。私も最初はそう思ってて軽はずみでプロ目指し始めちゃったから。いやすごい道だね。直面してから気づいてで聞いたら4日間で4試合あ違う違う4日間じゃない3回あるんですけど2時だけ2回2回で分かれてる。あ、なるほどね。そこは落ちなくて、うんうん、1回目ポイント制でやってちょっと期間空いて2回目ポイント制でやってその2回目のポイント制の時に動きが動きじゃないあの落ちる落ちないが決まって、やっぱりそのプロテストを受けるっていう子たちはその会場に2、3週間前から入ったりとか多い子で練習ラウンドを詰めでやってよし試合みたいな。
から実際ラウンドするのはめちゃめちゃします。すごいね。すごいです。いやもう半年間かかりますよ、プロテスト。半年間ずっと戦ってるみたいなもん。受かりつ、うん、と通ってたらずっと。もうそれに向けてやってるしかないよ。あ、そうです。他のことが全然もうなんないですね、きっと。来年は結構厳しい年ですね、精神的に。頑張ってね。頑張ります。素振りのように。あー、ちょっと違うけど、今も打ちに行ったね。ここで打ちに行った。なんか難しいこれ。おー、ナイスアウトです。やっぱ軌道がカットに変わってるからバンカーだけ良くなってるけど、他のクラブが。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。バイバイ。逆目の度合いにもよるけど、軽い逆目だったら開いてもうふわっていっちゃう時もあるし、きつい逆目だったらハンドアップにしてもうトップさせるイメージで私打っちゃう。